のナイス川柳。火の車、運転うまいと褒められて。お題、操縦、島風日向さん。こより母、見たいイケメンヒーローショー。お題、ここだけの話、寺龍さん。ここだけと言ってるお前が広めてる。お題、ここだけの話、シャリベン太郎さん。操縦桿、妻に渡した定年後。お題、新しい景色、ゆうさん。上司には良い具を装う鍋奉行。お題、賄賂、まここしゃん。2年すりゃ本社に戻すと、もう5年。お題、しらじらしい、ハゼ釣りさん。半額で買ったと言えない同じ服。お題、ここだけの話、トモコ1967。かわいいと褒めた赤ちゃん、猿みたい。お題、ここだけの話、寺龍さん。突っ張り棒、寿命を迎えて墜落し。お題、寿命、ダンデライオンさん。離婚した、2回したとはまだ言えず。お題、ここだけの話、寺龍さん。同じ絵と同い年とは言ってない。お題、ここだけの話、トモコ1967。家族皆女房に操縦される朝。お題、操縦、能さん。最上のトイレでネギを切り刻み。お題、しらじらしい、すっぽんさん。郷里では普通に出てた昆虫食。お題、ここだけの話、トモコ1967。おつぼねのブランドバッグはバーゲン品。お題、ここだけの話、能さん。シークレットシューズで俺も170。お題、新しい景色、十字野郎さん。ゼンマイを巻いて旦那を送り出す。お題、操縦、梅田川太郎さん。旅先の妻から指示の家掃除。お題、操縦、繁華者さん。ミシュランがうまいと言うからうまい店。お題、洗脳、夏船。怒られてるような気がする家へ父。お題、洗脳、大野みなみさん。